もうエアコンは先月から稼働してますよ。もうなしではちょっと無理。体調を考えるとエアコンなしはちょっと無理。スケさん、ゆうちゃん、赤色サンタさん、ペンギンありがとうございます。と、かわいいギフトありがとうございます。ピロシさん、ありがとうございます。もう湿度も普通のもうどっちもすごい。気温も暑けりゃ湿度も高く。まだ最近はさ、まだなんか夜になったらちょっと気持ち涼しくなるけん、ちょっとエアコン、まあ人によってはエアコンなしでいけそう人によってはさらちょっと嫌やけど、無理やけど、耐えられないんで無理ですけど。蒸し暑い。涼しげでしょ、そうでしょ、涼しげにいないとね。ひろしさん、さやまっちゃさん、りゅういちさん、ゆうちゃん、かわいいギフトありがとうございます。あ、ボキって言ったボキと言いました。夏さあさらほんとダメなんよね。なんか寒いのはまだ我慢できるしいいけど、ちょっと暑いのは耐えられんのなんですよ。今日もインスタ載せようと思ったのに気づいたら8時になってしまった。インスタのイタリアンのお店って広島だよね。広島だよ。位置情報見たらいいじゃんせっかくつけとるけどさ、位置情報見なよ。弥生と行った。何調べようとしたっけ。あ、さあ
そう、そうなんよ。冬は着れるけど、夏は、そう、もう、脱ぐのにも限界があるし、涼しくする限界がある。地情報、そんな面白い？全然面白くない。全然面白くないですよ。位置情報は位置情報。チーズケーキ食べたくなりました？なんで？え、なんで？普通になんで？ 普通になんで？どういうこと？ 全然意味がわからん。チーズケーキとか乗せてない？乗せたっけ？え、乗せてないよ。何の話？今インスタの話？ツイッターの話しとる？もう分からんよ。今はインスタの話してたからね。イタリアンの話から急にチーズケーキと言われても。朝のツイッターの話ですか。ちょっとね、もうコメントは無駄なぐらい主語がないと じいさんもあり何の話か分からん。みんなのおすすめの広島、結局広島でお好み焼き食べるならここみたいなさ、のを知りたい。なんかサラの中ではあるんやけど、なんか結局なんかさ、広島はさ、もはやもうありすぎて、ありすぎてわからんみたいなところあるけんさ。店がありすぎて、もはやもうどこかわからん、どこがいいかわかりませんみたいなところはあるじゃん、正直。困る。しかも別にさ、広島県民じゃないけんさ、もともと。みんなみっちゃん？みんなみっちゃんなんかな。みんなみっちゃんしか知らん説はある。逆に。逆にさ。それはない。 それは別にない。なんか、なんていうの、そう、実際県外からってなったらさ、みんな、まあ多分調べるってなったらネットで調べるやん。でネットで調べたら大体まあ同じ似たようなのが出てくるやんってなったら、みんなさ、行ったそこしかみたいな感じになっとるかなーみたいな。しかもなんか美味しいの基準もさ、やっぱ人によってさ全然違うけんさ。コンドルン、うん。知ったかぶり。 まあそれしか知らん、逆に言うとね、それしか知らん説もあるよ。偏屈屋、うん、有名、なんか有名じゃない偏屈屋って、いっぱいない店舗。
そう、サラがおすすめ、サラのおすすめはそうアステールの近くのところがもう一番おすすめ。アステールプラザにある2期の3周年かなんかの時におすすめしたところが一番のおすすめです。1、あの数字の1を漢字で書いた1ってお店が一番おいしいと思う。なんか何が美味しいとか、なんか他と何が違うはちょっと正直もう説明できんけど、なんとなく自分の中で感じた、あ、美味しいってなったのはそこがね一番美味しいと思った。どういうこと？サラピア高級レストランにも物応じしないでいけそうって、しないでしょ。どういうこと？物応じせんよ。どういうことですか？しないでしょ。そう、男性がちょっと物応じしちゃうが分かるけどさ、こういう人って大体全然いくない？みんな。見るからに行きそうじゃない？そうでもない？メンバーで物応じする人逆におるかな。いやー、なんか全部にフィルターがかかってる。そう、アステールの目の前、会場の目の前にある。何回も行ったことある。そこはさあ、絶対お好み焼きはもう毎回うどん。なんか一番初めに食べた時がそばで食べて、そう、あんまりちょっと口に合わなかったんですよ。私のそばで食べた時にあんまり美味しいって思えんくて、でお好み焼き、その広島のお好み焼きがあんまり好きじゃないんかなってその時思っとったんやけど、なんか2回目行く機会があって、その時はお好み村かなに、そう、行った時にうどんを試してみたらめっちゃ美味しいと思って、そう、自分はただただそばが好きじゃなかったんだって気づいて、そう、もううどんしか食べません。そばは食べない。そう、うどん派です。なので、そうやけん片方食べたことなくて、あの、何、そばが食わず嫌いなんじゃなくて、単純にそう
最初に食べたのがそばで、あんま好きじゃなくて、そうでも結局あのうどん食べたら美味しかったけん、うどん派っていうことが分かったみたいな。そもそもね、あのそば自体があんまり好きじゃないんよ。サラ麺類で唯一ってくらいあんま好きじゃなくて、そう、うどんもそうめんもパスタも好きなんやけど、そばはあんま好きじゃなくて、でもなんかそばの方が健康にいいとかっていうの聞いたら、なんかあのとろろそばとかやったらまあ美味しく感じる時もあるけど、好みまあ自分で好きな方を選ぶってなったら圧倒的に選ぶのはうどん。福岡の人うどん好き。ああそうなんかな、分からんけど、普通に。うどんが好きです。うどん派です。日本そばじゃなくて焼きそばみたいな。そうなんやけど、あんま好きじゃないよね。焼きそばはまあ嫌いじゃないけど、でもうん、そうなんよね。ちょっ別に嫌いじゃないんやけど、違ったってだけ。サラの中でその時ちょっと違っただけで。あるじゃん、食べ方によって好き嫌いなんかあるやん。それと一緒。なんか違っただけです。そう、カップ焼きそばとかは好きよけど、なんかお好み焼きのそばは違ったんや。意見もうどん派。でお店はどこが好きですかっていう本題本題というか、サラの聞きたかったものはそれ話それだけど、でインスタも載せたいんだけど、逆に関西はお好み焼きのイメージあんまりないよね。なんかたこ焼きのイメージが強すぎて、勝手にね、個人的に。おいでます元気さん、バラめっちゃ、きのこさん、みんみんさん、ありがとうございます。そう、勝手にね、勝手な偏見というかイメージ。
今日は代官山のカフェをインスタに載せたいんです。電光石火ってでもさ、広島じゃなくてもさ店舗悪くない？ないっけ？なんかそのイメージが強くてさ、あれでしょ、あの立体的な電光石火、行ったことあるけど。広島以外にもあるよね。そうだよね。ね、大阪も月一クックパッドで行っとるけど、まああんまり、あんまりというか普通に機会がないので。しかもクックパッドってさ、食べる食の仕事やけんさ、食べる機会がない。あの他を食べる機会がないけんさ。余計いいね。みんなも来てもさ、食べて帰るけんちょっとあれかもしれんけど、フレンチトースト。サラピなら2食いける。いや、そもそもあれなんよ、そんな朝から大阪に入ってないので、そもそもね、食べる暇も、しかも日帰りやけんさ、大体いけんのよね。ブリュレ、クリームブリュレ、ブリュレ、バナナブリュレ。バナナブリュレ。あっとるか。キャラメリゼ、大阪おしゃれカフェのイメージない。全然いっぱいあるよ、大阪いっぱいあるよ。やっぱ東京、大阪、名古屋、まあ福岡もあるけど、東京、大阪、名古屋はいっぱいカフェある。なんか名古屋はカフェっていうよりやっぱ喫茶店のイメージ。なんかサラが好きな白系のカフェっていうよりかは、なんていうんだろう、違う、喫茶、レトロな、レトロ系。ダルゴナ何やったっけ。ダルゴナ
そう、茶色系。表参道店が最近レトロフレンチガーリーみたいなところ、フレンチガーリーで調べたらわかると思うけど、フレンチガーリーみたいなところは行きたい。全然なんかもうザ・茶色っていうカフェは、カフェというか喫茶店はまあって感じなんだけど、代官山、渋谷、神宮、東京、大理石、フレンチガーリー、はい、してみて、どうですね、レトロガーリーとかなんかいろいろあるじゃん、種類がのフレンチガーリー。じゃあインスタ載せますね。通知いかないと思うんで口頭で言います。インスタ載せます。フレンチガーリフレンチガーリー、服の系統でもありってこと、全部に何にでもいける、フレンチガーリーなカフェ、フレンチガーリーな服とかいろいろ。高級、値段はあんまり可愛くなかったカフェそう、値段はあんまり可愛くなかったけど、可愛かった。見といてください。ナラブさん、なんか水鉄砲みたいな、ありがとうございます。ツアーの時名古屋の喫茶店でモーニング食べたいって、いいやん、食べなよ、計画して。
そう、平田由紀ちゃんと行ったやつ。最近ハードル上がってるよね。別にみんなに真似させようと思って全部行ってないからね。自分が行きたいところに行ってるだけなんで、みんなからしたらハードルが上がってるかもしれないですけど、知りません知りません、それは知りません。代官山のカフェってワードが強い。まあ確かにね、代官山って言ったらおしゃれなイメージあるもんね。ゆさなこさん、ありがとうございます。まあさ、一番やっぱ青山とかあの辺が一番好きかな、雰囲気的に。下北沢のカフェなら行けるけど代官山は行けない。別にさ、場所によってまあお店の雰囲気違うとかはあるけどさ、代官山でも逆に言ったらみんなが行きやすいようなのもあるし、逆に言ったら下北沢でも行く場所によっては入りにくいし、関係ない。すけさん、ありがとうございます。エリア的にハードル、でもそれ言ったら日比谷とかは基本もうそもそも場所的に銀座とか人がもう結構、おじさまとかおばさまでも結構普通にアフタヌーンティーとかしとるけん、偏見だよみんな、偏見です。みんながそう思うけん、そう思うけんそう思われとると思うだけで、誰も見てないよ正直誰も見てないよ。そんな、ポポさん、竹馬つるさん、ありがとうございます。自分が気にしなければそんなもんだからね。自分がそう思っちゃうからそう見えちゃうだけで、自分もそうなんかなって周り見えちゃうだけだ。勢いで行きます。そう、行きたい人が行けばいいよ別に。そら全部は全部みんなに真似させようと思って行ってないんで、自分の趣味だから。スイパラで全力でラーメンすすってたらめっちゃ見てきた。それはすする音がうるさかったね。すすっとるなこの人って見るわけないじゃん、ラーメンはさ、すするものなんやけ。それは多分うるさかったよ、その全力のすすりがうるさくて、何ってつい反射的に見られたんだよきっと。
だって真似してさ、あのカフェとかを真似してカフェ、いろんなカフェとかに行ってくれとる人たちは結構そう、もうサラピをしてなかったらこういう機会はなかったからって言って逆に感謝してくれるんだから、それぐらい楽しまないと。逆にサラは別に蒙古タンメンとか行ったらおじさんしか周りおらんけど、そうだよ、おじさんしかおらんけど別に何も思わんよそれに対して。そう、何も思わないです。赤色サンタさん、ペンギン、ナルブさん、かわいいギフトありがとうございます。モクタンメン行ったら結構周りおじさまばっか、おじさんだったけど全然気にならん。でもカフェ行った時、この今インスタに載せたあのカフェに行った時に、隣にね、途中からどこの人、韓国か、まあ韓国人かなみたいなカップルが入ってきたんや。で全然もう普通におって、で注文してあの届くまでの間も彼氏さんの方がこうやって携帯を内カメにして肘ついてこうやってもうカメラ向けとんよね。カメラ向けてそのこっち側に彼女がこうやってみたいなポーズ決めとって、もう内カメにしてこうやって撮ってあげるとかじゃなくて、もう内カメにしてずっと、でもう右手はこうやってもう自分の携帯こうやっていじっとって、すごいなと思って、もう慣れとるなと思ってそう見とったんよ。まあまあいつもこんな感じで写真を撮ってあげてんだろうなみたいな。え、もう片手ないよ、なんかこうやって撮ってあげる、なんかはいチーズみたいな感じじゃなくて、もうこうやってもう携帯を内側にして、彼女の顔が映るようにしてこうやってやって、でこうやってもう彼氏見もせずにこうやって携帯いじって、でそっち側の彼女はもうこうやって決めポーズしとってあ撮っとるなって思っとって、でもう届くやん、で料理ってか普通に届きますってなったら、もうね、なんかと急にさ、ゆきちゃんとずっと喋っとったけんさあんま気づかんかったけど、急にパッて見たらなんかもう彼女こんなみたいな、めっちゃ怒っとって、もう言葉は分からんけどさ、なんて言っとるかもう全く分からんけど、めっちゃみたいな、もう明らか怒っとって、何怒っとるんやろって思って、あちょっとなんか食べてないなって思っとったんよ。届いたのにずっと食べてなくて、あ食べてないな、なんで食べてないんやろって思っとったら、めっちゃ彼女の方がなんか怒っとる感じでみたいな、で男彼氏の方はなんかこうやって携帯いじりながらなんか言うんよね。なんか言ってももうガン無視、彼女の方ガン無視で、もう携帯、彼女の方は携帯をいじりもせんし話もせんし食べもせんみたいな、もうこんなずっと怒っとって、えみたいな、ゆきちゃんとえで、お互いさ、ゆきちゃんもサラもチロチロって見るけど、もうずっとそんな感じで、えそう、なんかめっちゃ怒っとって、さっきまで全然写真撮っとったんよ。なのに急に
そんな感じになっとって、え、何なんやろうって思っとったら、なんか途中急に怒って、あのお会計のさ、あれあるじゃん、なんて言うっけ、会計札じゃないけど、なんかああいうやつあるじゃん、あれを彼女の方が急に怒って、なんかバーンって取って、あの彼氏の方にバーンって投げつけて、めっちゃボーンって投げつけて、彼氏なんかもう投げつけられて、レシートじゃない、なんかあるじゃん札みたいな、そうボーンって投げて、彼氏の方が黙って拾って、なんか彼女がボソボソと、なんかなんて言ってるか分からんのよ、日本語じゃないけん、多分韓国語なんや、そう怒っとって、なんとかなんとかみたいな言ったら、なんとかなんとかって言ったら、彼氏の方もなんかもういいですよみたいな、はいはいみたいな感じでお会計して、彼氏出てって、そのまま彼氏帰ってこんくて、で彼女の方は彼氏が出てってちょっと経ったら食べよった普通に食べよった、美味しそうにやけ、食べたかったけど、まあ、彼氏にはもう喧嘩して怒っとったけん食べたくないっていう意地が張って食べんかったんだろうなと思って、普通に彼氏が出てった後は普通に食べとって、そうもったいなと思って、でゆきちゃんとお店出た後に何の喧嘩しとったんやろうねって言って、やけもう写真撮っとった時点で実は喧嘩しとったんかな、わからん、でも全くわからん、言葉もなんて言ってるかわからんし、そう全く分からんけど、そう写真の撮り方がダメやったのか、こうやって適当に撮っとった、そうでも写真の時はね全然普通に彼女もなんかみたいめっちゃ決めポーズして、全然そんな機嫌悪そうじゃなかったんやけど、まあでも会話はしてないなと思ったやん、そう会話はしてないなと思っとったけど、なんかめっちゃもう怒っとるのがもう伝わってきて、こっちになんで怒っとるかは全然分からんけど、めっちゃ怒っとって、最終的には伝票投げつけられて、違う伝票でもさ、ちゃんとあのパターンって挟むタイプのさやつやけん硬いんよ、そんなペラペラな紙だけじゃなくて、このパターンタイプのちゃんとしたやつなのにボーンって投げつけられて、そう怒っとると思って、そう理由は分からんかった、そう理由も分からんかったし、なんて話しとったかとかそういうのも分からんかったけん、この話はまあラジオではしなかったんですけどね。投げつけんわ、さすがに投げつけんわ、しかもお店でしょ、家の中ならまだ分かるけどさ、お店のものやしさ、それがそう投げつけとって、だってさ旅行じゃないんかなと思って、日本人やったらまあ帰るの分かるけどさ、日本旅行、もし旅行なんだとしたらさ、じゃない、どこに行ったんって感じじゃない、そうしかも割としっかりちゃんと彼氏の分と彼女の分って、食べ物とデザートと飲み物とってセットで頼んどったのに、しかもそこ割そうそんななんか気軽に入るカフェって感じじゃなく、ちゃんとしたそう割と高級感のあるカフェやったけんさ、まあまあな金額を彼氏は払って食べることもできずに帰ったんかなと思って、そんなことあるんだと思って、いやでもそこまで表現できるのもすごいよね、さあ多分意外とそういうのは言わないですよ、あの心の奥底に秘めておくタイプそんななんかその場でなんかバーンみたいなならんと思う、ならない、さあ奥底に秘めといて、その人がなんかこっちがもう爆発するようなことを来たら、こちらの溜まっていたもの全てをバーンって出すかもしれん、そう向こうが出してきたら出すかも、でもこっちから出すことはない、一番良さそうで悪いやつやけど、でもいつか爆発するっていうよりかは、その爆発の原因をそっちが作らなければ、こっちはその怒りは静まってるから、そう、そっちのあれは静まちゃんと静まってるから、
こっちは沈めといたのに、そっちがちょっとしたことでこっちに何かをぶつけてきたら、はこっちだって言ってないだけで死ぬほどの溜めているものはあるんだぞってバーンって出すけ。そうだよ、別に何かなければ。そちらが温厚であれば問題ない。でもその彼女は多分そんなレベルじゃなくてそんなレベルじゃなくて、バーン、もう多分一個一個毎回毎回その都度その都度で怒りを出してるんだろうね。旅行なのか住んでいるのかよく分かりませんでしたけど、その彼女はカフェで爆発させてました。せっかくの可愛いおしゃれなカフェで爆発させてました。でもそんなことがあったとも思わんくない？あの写真というか、あのそのさ、こうやって打ちかめて撮ってもらったさ写真だけインスタに載せとったら、あーカップルで仲良く行ったんだなみたいな、カップルにそんな行ったんだなみたいなさ、カップルで彼氏と楽しくカフェ行ったんだなって思うけど、裏側はそれっていうね。まあだから SNS なんてね、わかんないんですよ。よく見えとるだけで実際そうでもないかもしれん。SNS はキラキラして見えるものなんでね。でもさ、そういうそんな SNS が大好きですけどね。そう、分からない。たまたまさたちが見たその時がたまたま爆発した瞬間やった可能性もあるしね。そうなんや。まあ確かにね、もう彼氏の方の反応というか対応が慣れとったけん、いつものことなんかもしれん。慣れていましたから、対応がなんか、はいはいもう分かったよみたいな感じで、払ってもう僕帰りますみたいな感じで帰ってったけん、いつものことなのかもしれないですね。その可能性は大いにある。でもこうやって写真を撮りよった時はね、そんな感じには見えんかったんやけど、でも楽しそうに会話しとる瞬間は確かに一回も見てない。起きて写真撮る瞬間からもうこれ、打ちかめでこれ、もうこれ、彼氏の方がこれ。その時は彼女キメキメやったけど、分からん、ちょっとイライラしとったけど写真には出さんようにしとったんかもしれんし、分かりませんけど、だってなんかあのテーブルの横のテーブルが割と近くて、そう近かったんよ。でも確かに今回あの今日インスタのスターカフェはみんな真似したいのハードルだいぶ高いと思う。本当にもうこういう感じの女子しかいなかったから、そのカップルの男性が唯一男性って感じやったけん、行くのはちょっとここを真似しに行くのはしんどいかもね。
観察っていうか本当に隣が近すぎて、なんかもうこうやって正面見て話しとっても横目で視界に入ってくるんよ。そう。でもサラがこのインスタの写真を撮り寄った頃は隣は違った、隣は女性2人だったんですよ。そう、隣女性2人やったんやけど、けどそう、その人たちが帰った後に来たカップルがそうだったっていう。だけどもうこっちは食べとる時に来たんよ。サラピと一緒じゃないといけないって。じゃあ一緒行けないですね、残念。行けずに終わってしまう。なかなかハードル高くて真似できませんって。いいよ別にしなくて別にしなくていいですよ。ハードル高いんじゃなくて、そのハードル高いがサラの真似に行きたいなをの気持ちがそのハードルに超えてないだけなんで。スイパラもそうです。スイパラもハードル高くて行けないよなんて声言ってる人いますけど、関係ない、関係ないです。推しのメニューを食べたいっていう気持ちより自分のプライドが勝っているから行けないだけなので、別にみんなに真似させるために行ってるわけではないので大丈夫です。私は私の趣味を全うしているだけ。それに、それの私が思っている、そう私の趣味に一緒に、サラの趣味を一緒に楽しみたいよっていう人が真似しに行ってくれたらいいだけで、別に全部真似しろ、いけいけとは思ってないので、そう勝ってないだけだから、行かなくていい。あと行ってない人はね、そんないちいち言わなくていいんだよ。行った人だけが言ってくれたらいいんだよ。真似させてください。はい、どうぞ真似してください。全て真似してください。周りの目、そうだよ、周りの目だって気にしたらダメだよ。だってさ、そんなこと言ったらじゃあ STU のファンがさ、逆にさ、もう女子ばっかりみたいな、イコラブのゆみさんみたいにもう女オタいっぱいみたいな感じになったらさ、女子ばっかりだからオタ卒しますって言うんですか。その程度の愛なんですか。あのレーンは女子ばっかだからもうあのメンバー並べないって、そんなことに負けるんですかっていう話ですよ。そんなこと言ったらサラは関係なくね、推しメンのレーンがどんなにおじさんたちであろうと、そのおじさんたちの中に混ざって並んで推しに会いに行ってましたから、関係ないです、関係ない。言ってたよ。逆になんならね、そのおじさんたちの中にいることによって、そう、女子が引き立つと思って私は逆にポジティブに捉えていってたんで、そう、女性優先エリアじゃなくて全然おじさんたちの中に混ざろうっていう気持ちで全然言ってたので、そうだよ。から全然みんなも関係ない。だからそれをもう、そんな隣がおじさんとか、もう全前横右左全部おじさんだとかそんな関係なく、そこよりも推しメンに会いたい気持ちが勝ってたから、私はもうそんな気にせずに行ってたんですよ。そう、蒙古タンメンだってそう、そんな周りがおじさんとか関係なく食べたいから行ったんですよ。タイムスペースさん、ハートありがとうございます。そう、そうなんです。そう、気にしなくていいんだよ。気にしてるから気になるだけで、気にしなければ気にならないから、もう言葉の通り気にするから気になるだけで、気にしなければ気にならないんですよ。めっちゃさ
癖の強い服装とかさ、結構な激しめな服装で街を歩いてる人とかもおるじゃん。でもそういう人もさ、周りから見たら、まあパッと見、わすごいあの人ってちょっと一瞬視界には入るけど、だとしても本人がいいと思ってそれを着て気にしてないから、その人の人生は楽しいわけですよ。そうだよ、スイパラもそんな周りに見られるとか、カフェも周りに見られるとか気にせずに、あー楽しいな、自分今楽しいなって思ってれば、美味しいな楽しいなって思ってれば、別にその人の人生は楽しいわけだから関係ない。時にはね、周りの目を気にした方がいい時もありますよ、そりゃ。 100% 気にしなくて生きてると、それはそれでまた違う自己満になるんで、迷惑をかける自己満になっちゃうんであれなんですけど、そう、気にしなくていいことは気にしなくていいんですよ。ね、サムスイパラ行きたい。スイパラ何回でも行ってください。意外と期間短いよね。広島の方が期間短いんやっけ、なんかそうだよね、確か。行ってください。意外と短いんでね。スイーパラでサラピコースター自力できた。おお、どれぐらいの確率なんやろうね、分からんけど。でも最終日とかやっぱ人多いんじゃない、スイパラも。最終日分からんけど、初日と最終日って何でもさ人多くない。サラピコースター出なかったので次は本気で乗ります。本気で飲む、うん、飲んでください。そう、モカロン、自分のモカロン出したからにはね、やっぱ味見しに行かないといけないなと思って、いつかは行こうと思っている。そう、上野の方もね行きたいんやけど、行けんかな、どうやろうって感じ。上野はいつまで ?27? いつまでだっけ。上野の方は何日までなんやろ。そう、上野行きたい。え、なんかどうせならどっちも行きたい。そう、どっちも行きたいんですよね。せっかくならば。そう、自分のさ、自分が想像してこれだって思ったモカロン
の味かわからんやん、カフェモカの味が。自分が想像した味かわからないんでね、ちゃんと味見しないと。そう、来店イベントね、そうだよね、なんか少ないし、2人だけだし、2人ずつだけだし、選抜メンバーはさ全員行ったらいいじゃんね、日にちに日にち分けてさ。まあそんな簡単にはいかんのやろうけどさ、どうにかこうにかさ2222でさやったらいいのに。そう、行きたかった。しかもさ、来店イベント、上野の来店イベントなんてさ行けそうやん、さらいっぱいさラジオとかでさ相当東京行っとるんやけんさ、絶対行けるじゃんと思って、めっちゃ行きたかった。もう行けそうにないよね、行けんかな。行きたいけど、あ、違う、行きたいけど、来店イベントはできませんけど、そう、普通に行きたい。でもプライベートでは行けないので、マネージャーさんが一緒に行ってくれる時じゃないといけんけど、そう、何気にあの独り言カフェの時も行ったんよね、あの B スタイルの吉田中川又で撮影の時に。そう、サラが急に行きたいですって言ったら、そう聞いてみてくれて、そう連れてってくれて。でも急やったし朝早かったけん、そう食べ物は食べれんかったけど、そう行けたんよね。懐かしい、あれ言ってみるもんだなと思ったいや東京おる時にこっそり行ってみようかなって思ったけど、いやまあバレるかなと思って、バレたら怒られるし、そうバレたら怒られるし、なんかバレる自信しかないし、そうなんですよね。まあ今週は無理だもんな、忙しいから。そうなんです、しかも隠れていったところで、そう写真とかさ SNS 載せれんじゃん、載せたらさ、なんで行ったんってなるやん、やけんやめた。結局ガチでガチのプライベートみたいになるだけで行ってもだなと思ってやめた。そう、AKB さんの衣装展、そう、それも行きたいそれもめっちゃ行きたいし、もう全部いっぱい行きたいのがある、いっぱい行きたいけど、でもどうだろうね、7月、まあそれはまた置いといて、スイパラは末までか、何日まで、29まで、30、末ってきっちり末まであるん。31日まで、あ、そうなん、広島より東京の方が長いんか。まあ行ったところで別にね、店舗によって何が違うって何も変わらんけど、31日まであるんか上の。行けんかな行きたい上野行けんかな、上野行きたい。行きたいな。31まであるなら、まあ、チャンスはなくもないよね。いや無理か、いや私にはラジオというあれがあるからね。行けそうだな、行けそうだけど行けんのかな。行きたい、行きたいな。何が違うってないけどさ、どうせならどっちも行きたいやんっていう気持ち。
ただこねてないわただこねてないわ一人で言っとるだけ。行きたいな。でも末まであるなら行けそう。行ける気がする。スケジュール次第だけど、もうめちゃめちゃな合間を縫っていければ行ける気がする。頭を悩ませる。それこそちょっと睡眠時間を削ってでも行けば行ける気がする。ワンちゃんを期待しとこ。期待はせんとこ。まあ行けたらいいなぐらいで。ケンさんなんかよくわからんけど、これありがとうございますギフト。サラピが言えば OK してくれそう。関係ない関係ないどういうこと。関係ないけど、普通に行く時間があればね、行けるっていう。そろそろ終わろうかな。開店前に行っても食べることはできんのよね。そう、独り言カフェの時みたいに、ただもうその店舗で写真撮るだけになるよね、きっと。しかも独り言カフェはあれだよ、あのキングレコードさん、分からんけど、なんかあの別にさ、スイパラとコラボみたいなってなったらさ、そうスイパラの人たちにしてもらわんといけんくなるやん。でも独り言の時はそう STU のカフェやったけんさ、多分そういうのをしてもらえたんやけど、そう今回はちょっとね、ではね、そろそろランキングを読みたいと思います。48位ひなたさん、24位めっちゃきのこさん、13位えんちゃん、12位アバッタンさん、11位たけおさん、10位奥行きさん、9位しまんちさん、8位おいでます元気さん、7位やさかさん、6位ピルシさん、5位けんさん、4位みーさん、3位ゆうちゃん、2位赤色サンタさん、1位なあらぶさん、ありがとうございました。それではおしゃれなねカフェを、代官山のおしゃれなハードルの高いカフェをインスタ投稿したので見といてください。それではいいねとコメントお待ちしています。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。